こんにちは。本日は静岡清水線に乗ろうと思います。静岡清水線って何でしょう？静岡鉄道が運営する路線である、新静岡から新清水を結ぶ路線ですね。静岡鉄道、他の路線は？もともとはいくつかありましたが、今ではこの静岡清水線のみになっちゃいました。それは悲しい。ところで、今は何をしてるの？静岡駅から新静岡駅まで歩いているらしいです。結構距離があるんですよ。でも地下を歩けば着く。でも地下道で行けるのは途中までです。そう。だから初見だと迷っちゃうかもしれません。はい、途中から地上に上がりました。この街中を通って行けば新静岡駅に着きます。もうすぐ新静岡駅なんですけどねー。この近くなんですか？そうです。本当にこの近く？そうです。本当に本当にこの近くなんですか？本当に近くですってば。寄り道してるじゃないですか。いや、実はこの近くにあるんですよ。乗り場が。本当に？本当ですってばー。信じてくださいよ。そこまで言うなら。一体どこに乗り場が？あれ、でももしかして。あれ、これはもしや。おお、改札がありますね。ここが新静岡駅じゃないですか？そうですそうです。ここが発着場です。静鉄線系ですね。ちびまる子ちゃんラッピングがされています。なんか SNS 映えしそうですね。うぷ主もツイッターに上げてましたね。ほほう、どんな文章を添えてたんでしょうね。人として終わってました。見なきゃよかったです。あらふ。気を取り直して乗車です。お、ちびまる子ちゃんの飾り付けがされてますね。にぎやか。この列車は新清水まで23駅ほど停車駅があります。通勤急行や急行という種別もあるんですよ。地方私鉄なのに充実してますね。ですがこれも例によって行われてません。多分全部普通列車です。あらあら、それは残念。ちびまる子ちゃんよりも N700 系に目が行くのが夜メロンという生き物ですよ。夜メロンらしい。つり革も丁寧にちびまる子ちゃん仕様です。ちびまる子ちゃんで見たことのあるキャラクターが勢揃いじゃないですか。いいですよねこれ。そしてこちらのつり革には何か違うものが書かれていますね。ちらりと友蔵、心の俳句も見えましたね。遊び心満載の車両ですよね。またこれ写してる。本当に好きですよねー。お、もうそろそろ発車の時間ですね。ここから、何分乗るんですか？21分ですね。古そうな車両なのに静かに発車。ほんと静かですよね。何が起こったんですか？このラッピングの未確特定の時間帯でまる子ちゃんによる放送が流れるそうです。びっくりした。夜メロンも笑いをこらえながら乗ってました。電車に乗りながらニヤニヤ。こんなこと言っちゃなんですけど、何？意外の感想がありません。初見だとそりゃそうなりますよね。窓には新車、A3000 系が少しだけ映ってます。もしかして終点までずっとこの案内が続くんですか？はい、終点まで続きます。面白いことは確かなんですけどね。アナウンスの温度差がすごいんですよこれ。そうですよね。ところで、周辺施設を定期的に案内してくれるのが静岡鉄道静岡清水線の特徴でもあるんですよ。都市密着型の路線ですね。座席のモケットは赤色です。ふかふかそうに見えますが、座り心地はベリーグッドとまではいかないです。まあ昭和時代から使われているなら座席もくたびれますよね。かもしれないですねー。搭乗時にふかふかな故障はないですが、さて、もう間もなく JR 線の線路をまたぎますよ。あの線路。そう、そうです。東海道線の線路だけでなく新幹線の線路や、貨物も見えてきますね。なんか優越感がありますね。大胆な高架。地方私鉄なのにだいぶ立派ですよね。今夜こういうアナウンスが流れるんでしたね。
ブラインドが設けられています。こういう色のブラインド、風情がありますね。趣深い。ちなみに年季の入った車両ですが、扇風機ではなくちゃんと冷房搭載です。暑くても平気。2両目はガラガラになっちゃいました。でも1両目にはある程度いるんですね。ちゃんと1両目にはいますね。いるんですね。静岡市はいいね。魅力再発見ですね。実際いろいろありますね。反対の扉にはまた別の絵が。見た感じ大井川っぽいですかね。ぽいですね。あ、ドアが開きましたね。ここが終点の一つ手前。あ、すぐ閉まっちゃいますね。閉まりましたね。次がいよいよ終点の新清水らしいです。いよいよですか。ちょっと名残惜しい。面白い電車でしたからまた乗りたいですね。発車。このアナウンスもいよいよ最後ですか。そして向かい側には A3000 系のピンク色列車がいますね。今後はあれが静岡清水線を担うんですね。期待。というわけで終点の新清水駅に到着しました。そういや車内にはこんな案内がありました。あ、ちゃんとまるこちゃんがアナウンスするって書いてあったんですね。以上、本日は静鉄のご紹介でした。なんか笑顔になっちゃう電車でしたね。楽しい電車。バラエティに富んだ楽しい路線ですので、皆様もぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。じゃあ今回はここまでにしますか。また次も見てほしい。それでは。ミノだよ。それはあなたのターゲット。第928話電光アラブ不良国連邦。命令卓球しようよ。かつてに存在役者が言ってしまったのかに。 Ready 味噌汁40分なぁ。電車がない。